東北の高須。東北の高須。いやー、そうか、やっとんね。ビンビンは見えてる。ほんまアジアって演出だわ。このアジアの演出マンに飛べる外国人もやっとんね。やっぱり嫌がらせのストーカーが張り込んどんな、この辺は取り囲んだ。さすが大阪。調べてる。すいませんすいません、これって東梅だったのかな。あ、はい、ネペンサって聞いたことある。市長選挙にも出たことあるの。集団のストーカーやめよういう活動するんだけど。大丈夫です。大丈夫？世界中から変なストーカーやり放題みたいな国は思われてんだけど。怖ない？冷たいな。詐欺やいじめやめよう言うてる人を無視とかね。恨みがあるんだね、俺。そんな詐欺師がいいんかな、もう。まともじゃないいうことやな。
やっぱりルート変えるとやっぱりパニットンな電車に取り囲みが効かへんのやろね。俺の周りは犯罪集団が取り囲んでます。陰湿な詐欺集団、ストーカー詐欺集団が取り囲んでます。知らんわけないと思うんだけどね。エスカレーターの上を歩くことは大変危険です。事故防止のため歩かず2列で立ち止まってご利用ください。2番線に第2駅が到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。集団ストーカーやっても悪いっていう、犯罪は犯罪やと。アジアって気持ち悪い民族だよな。御堂筋線、JR 線、阪急線、阪神線はお乗り換えです。集団電池するナチス民族やからな。東梅田、ステーションナンバー T20。日本、韓国、中国ってやっぱまともじゃないのか。集団ストーカーする陰湿な民族なのか。迷惑行為を受けられたり見かけられた方は乗務員または駅係員までお知らせください。独立企業時の一人用オフィス、駅前ライオンビル10階レンタルオフィス9部、女性専用の裏側マウスピース矯正専門歯科医院大阪を悪すぎだろ。情報漏洩やサイバー攻撃から組織を守る株式会社サイレンジへお越しの方は次でお降りください。集団ストーカー放置で守れるわけねえだろ。世界中から犯罪集団やってきてるからな。だらけだろうな。取り囲みマジクソの悪いやつばっかりやねんな。テロリストの取り囲み。ここは母国じゃねえな。ここは敵組織か、やっぱり。
乗り継ぎはここでいいんです。こちらに入れてください。はい、あ、こちらです。あ、これです。はい、これを持って歩くしかない。外国人の方が反応よな。ここは母国じゃねえよな。気持ち悪いです。ストーカー詐欺師の街だよ、これ。Excuse me? Do you know me? Me pense. Where from? France. France. Oh, do you know Gang Stalkers? No. No? Well, hey, Gang Stalkers! You are communist! France, what the hell?ネペンサーって聞いたことある？これが大阪の街。集団ストーカーやっとるね。ヘッドホンつけとるやつはほぼそうだね。そうだ、ゴミみたいな犯罪集団しかいねえからね。ねえ、多分な。ほんまアジア綺麗だわ。特に大阪やばくね、大阪やばくね、これ本当に。